ドドコトジョゼロドーホピレス・リベーロは、ブラジル・サンパウロ出身のサッカー選手。アトレチコ・ミネーロ所属。ポジションは DF。メディアによっては、ドドーという表記も見られる。2007年、ブラジルの SC ・コリンチャンス・パウリスタのユースチームで、キャリアをスタートさせ、2009年にトップチーム昇格を、果たした。2011年12月、EC ・バイーアへ、レンタル移籍。 2012年7月2日、イタリアの AS ローマ移籍。主に左サイドバックとして1年目は11試合、2年目は19試合に出場した。2014年7月インテルミラノへ買取義務付きの2年契約で、レンタル移籍。2年間のレンタル料は120万ユーロ、買取金額は780万ユーロに設定されている。8月31日、 一人の FC とのリーグ開幕戦に先発出場し、インテルでのデビューを飾った。当初は、ロベルト・マンチーニ監督の信頼を勝ち取っていたものの、次第に、長友優斗やアレックス・テレスとのポジション争いが激化。2016年1月21日に UC、サンプドリア・エローンとなった。後半戦で17試合に出場し、クラブのセリエザ残留に貢献する。 しかし翌シーズンになると出場機会を失い、2018年2月22日にサンプドリアが保有権を買い取った上でサントス FC へ期限付き移籍した。2021年2月5日、アトレチコミネイロに2年契約で移籍した。年代別のブラジル代表として2009南米ユース選手権に出場しチームの優勝に貢献した。 また2009フィ f ファユー -17 ワールドカップに出場した。2014年9月、ルンガシン監督が就任したブラジル代表に招集された。ドド、ようこそインテルへ。インター、イット2014年7月9日。長友所属のインテル、ローマの DF ドドを2年間のレンタル遺跡で獲得。サッカーキング2014年7月9日。 遺跡インテルで構想外のブラジル人ドドがサンプドリアにレンタル遺跡。T ワールド2018年4月14日閲覧。サントスサンプドリアから DF ドドを、レンタル遺跡で獲得。超ワールドサッカー2018年4月14日閲覧。オットーレキコ MG アンアドドをイーラテラルイシュケルダイセフンドセッターリーホーサドパラ2021 グルボエスポート2021年3月3日へずらん。ドゥンガ監督アジア遠征に向けたブラジル代表メンバー発表 AFPBB2014 年9月18日。ありがとうございます。